皆さんこんにちは、ジャズピアニストの井上雄一です。スタディビバップウィズミーのシリーズ、バッド・パウエルの音源ハーフスピードに合わせて一緒に練習するというのをお送りしておりますが、今回取り上げるのはバッド・パウエルのオリジナル曲オブリビオンという曲です。バッド・パウエルの初期の傑作The Genius of Bud Powell のアルバムに収録されています。バリー・ハリスとかバド・パウエル系のバド・パウエル直系のピアニストも取り上げていますし、あとその後の世代のチック・コリアなんかもこの曲取り上げて演奏しています。名曲ですね。まずリードシート、メロディーとコードの譜面はこれを、ちょっとでかいか、これ参照にしてください。ザ・バッド・パウエル・リアルブックというのが、出ています。Amazon なんかで手に入ると思いますが、この中にリードシート、テーマ、メロディーとコードの譜面は収録されています。58ページに出ています。それを参考にしてください。そして、この、バド・パウエルのジニアス・バド・パウエルのバージョンの、コピーの、ソロのコピー譜を、カナダ人のピアニストクリス・ドネリーという人がインターネット上にアップしています。かなり正確ですね。 95% ぐらい正しいんじゃないでしょうかね。こういう綴りですんで、クリス・ドネリーという、ピアニストの名前ですね。それとコピー譜という意味のトランスクリプションズ、この検索3つの、クリス・ドネリー・トランスクリプションズの検索ワードを Google などで、入れて検索してみてください。そしたら彼のコピー譜サイトが最初に出てくると思います。その中に、いろんな曲、バド・パウエルとか、セロニアス・モンクの、コピー譜を彼がアップしてまして、ダウンロードできるようになっています。結構すごく耳のいい人みたいで、かなり9割型、ちょっと間違っているところはありますけど、9割型は、信頼できると思いますんで、あとは自分でコピーして照らし合わせるというふうにして、使ってみるといいのではないかと思います。それでは、早速バド・パウエルのオブリビオンハーフスピードに合わせての練習実演していきます。お聴きください。
ソロの部分だけですけど、こんな具合になります。テーマの部分は、ご自分で練習なさってください。どうぞご参考になさってください。それでは、次回またお会いしましょう。お元気で、さようなら。